ノボシャフチンスクは、ロシア南部のロストフ州の都市で、ウクライナとの国境付近にある。ウクライナからロシアに伸びるドネツ丘陵,陵にある炭鉱の町であり、ドン川流域の支流であるマールイネスベタイ川が流れる。州都ロストフなドヌの北 80km に位置する。最寄りの都市は 17km 北東にあるクラスヌイスリンと 25km 東にあるシャフティー。 人口は11万1075人。ノボシャフチンスクの市役所県、ドゥーマビルノボシャフチンスクの鉱山労働者記念碑、ノボシャフチンスクは土熱盆地の他の都市と同様、歴生炭の採掘に伴って生まれた鉱山町である。マールイネスベタイ川の上流には19世紀半ばから20世紀初頭にかけて小さな鉱山や集落がいくつかできていた。年に、 ロストフの産業家であるニコライ・パラモノフが大規模な炭鉱を開発し、近くに炭鉱労働者の集落が開かれた。1917年の10月革命以後、炭鉱は国有化され、炭鉱労働者集落は共産主義インターナショナルにちなんでコミンテルンと改名された。1939年、コミンテルン町は他の労働者集落と併合して、 新しい鉱山の町という意味のノボシャフチンスクという名になり死に昇格した。以後、ソビート連邦の崩壊に至るまで、ノボシャフチンスクは炭鉱と共に歩んできた。第二次世界大戦時、1942年7月23日から1943年2月13日まで、ノボシャフチンスクはドイツ軍に占領された。ドイツ軍が来るまでの間に炭鉱には、 水が流し込まれ、住民の一部は避難した。ドイツ軍は、捕虜収容所を、ノボシャフチンスクに作り捕虜に重労働をさせたが、赤軍に解放された後は、ドイツ軍捕虜の収容所が作られ、ドイツ人捕虜は1950年代まで、炭鉱作業に従事させられた。戦争直後は大部分の建物が破壊され、炭鉱も水没したままというありさまだったが、再建と炭鉱の拡大が進み、 1959年には人口は10万人を超えた。2003年、ザパドナや炭鉱で大事故が起こり、46人が取り残された炭鉱に注水が行われた。6日後1 2人の炭鉱夫が奇跡的に救出されたが、この事故による打撃は大きく、ロシアで進んでいた石炭産業の再編も相まって、同年のボシャフチンスクの炭鉱はすべて閉鎖されることになった。 ソ連崩壊後の1990年代の経済縮小に伴い、ノボシャフチンスクの石炭採掘はほぼ停止し、2003年にはノボシャフチンスクから炭鉱が完全に消えた。炭鉱の代わりの産業として、食品工業などが市の主要産業になっている。2009年には大規模な石油生成所ができ、市の最大級の雇用主になった。 ノボシャフチンスクでは、ロシア連邦道路 M4 と A270 道路が交差している。A270 は、ウクライナの国境を10キロほど先で越え、ウクライナの国道 M03 5になっている。鉄道駅は、市のすぐ外側にある。ありがとうございます。